女子ゴルフ世界ランキング1位の韓国人ゴルファーコジンヨンが2020東京オリンピックの延期について少し予想はしていたとしながら健康と安全がも優先と語った。コジンヨンは26日マネジメント会社を通してオリンピック延期は少しは予想していた。選手だけでなく 全世界の人々の健康と安全を考慮して下された決定だから、理解すると述べた。また、現在の状況では、安全と健康がも優先されなければならないとした上で、来年の大会開催を祈願し決意を新たにした。